どうもどうも皆さんこんにちは、ドラム講師の片平でございます。今日はですね、こんなとこに座って何をするのかと言いますと、私、まあこう見えても33歳でございまして、30を過ぎてくるとですね、皆さんそうでしょう、男性の方だんだん気になることがあるわけですよ。これ今現状ですね、カメラで見るとそうでもないのかな、こんな感じなんですね。私のお腹、すいません、なんかこんなお腹を出してしまって、横から見るとこんな具合です。でね、ちょっと最近ここ出てきたなと思っていて、ここ1年ぐらい引き締めたいなと思ってるんですけど、なかなか運動が続かない、石が弱いんです。でも動画に出せば大丈夫と思って、今日からですね、私が日々頑張る様子を、まあ毎日ではないんですけど、毎日動画に上げるわけではないんですけども、エクササイズは毎日やります。それを何日か分まとめてポーンって動画に上げたりしてね、公開していこうかなと思います。こんなの見て誰が得するんだって話なんですけども、ずっと運動したかったけどなかなかこう続かないっていうか、ぜひ私と一緒にやりましょう。私と一緒にやってね、これを何て言うんですか、習慣づけましょう。運動をね、やっていきたいなと思います。で、どういうことをやるかなんですけど、とりあえずあまりこう最初から詰め込みすぎると長続きしなくなっちゃうので、まずは、まあ、お腹周りを引き締めたいっていうことで腹筋を、30、あと、腕とこの胸板を少し厚くしたいので腕立て伏せを30、その2つをやっていこうかなと思います。で、余裕が出てきたらそれらの回数を増やしたりとか、あと違うエクササイズをこう入れていったりっていうふうにね、やってみたいなと思います。じゃあ早速ですね、やっていきましょうか。ではまず腹筋30から頑張りたいと思います。いきましょう。30でですね、お腹の筋肉がヒーヒー言っております。悲しいがな。じゃあ次腕立て伏せ30やりましょう。よし、じゃあ頑張ります。でございましょうか。今日初日、ですね、日付で8月23日なんですけれども、1日目、腹筋30。どう？
腕立て伏せ30回無事にクリアしました。いやーきつい、まあ、きついってことはそれだけこう自分の筋力が衰えている、普段の運動不足っていうことを表してるわけなので、これがねもっと余裕を持ってできるように楽器の練習と一緒です。日々努力したいなと思います。私のこのねお腹と胸と腕あたりのこの何ですかこう締まり具合成長具合も楽しみに見てってください。ではねダイエット、引き締め一緒に頑張りたい方、私と今日から一緒にチャレンジしてみましょう。ではまた後日動画を上げたいと思います。バイバイ。